皆さんこんにちは、マルノです。本日はフューチャースターラウールについてレビューしていきます。昨日地味に SBC が登場しております。作成コストが70万コインと、だいぶ安めに来ておりますので、結構魅力的なカードだと思います。で、彼に関してはスキル5、逆足5でテクニカルプラスの高精度プラスなので、能力的にはかなりいいですし、すごくアイコンとしても、最近のカードになりますので完成されているカードなのかなと思ってます。で、ラウル身長180センチ、ハイミニアワークレット、スキル5、逆足5のやや爆発的な選手になります。これ、マークスマンであったりアンカーをつけると控えめになるので、もしかしたらそれも試してみてもいいかもしれないです。で、能力的にも結構悪くないです。シュート能力も決定力も元から98あったり、スピードもハンターをつけることによってスピンスピードが99いきます。で、パスの数値もシェア、ショートパスは非常に高いです。で、ドリブルに関しましても全ての項目において90前後ありますので悪くないなっていう感じと、あとはスタミナ、ヘディング精度も高いですし、でかつ、プレイスタイルですね、高精度プラステクニカルプラスといった、高精度今ちょっと弱いですけど、テクニカルプラスがラウールにあるのは大きいでしょう。で、瞬速、トリベラ、フレア、トラッパー、チップですね、ループ、悪くないプレイスタイルを持っています。で、今回使っていくチームこちらです。どこで使っていくか、4321の、右センターフォワードで使っていきます。あと442のストライカーですね。で、ロナウドとこっちの位置を入れ替えない理由としては、やっぱりラウルは高精度を持っているので、左足で内側に向けて打っていくっていうのを意識したいなと思って、このポジションに置いております。という感じで始めていきます。ではラウル見ていきます。この選手がラウルです。ドリブルに関しては決して悪くはないなと思ったんですけど、ハンターをつけた時はもう少し欲しいなと思いました。ちょっと遅いなと思いましたね。そこはもうラウルのボディタイプなんでしょうがないかなと思いました。で、全体的に使っていて、ストライカーとしての決定力であったり、テクニカルプラスを持っているので、ある程度ボックス内のドリブルっていうのもできるんですけど、スケール感のなさがちょっと否めなかったですね。で、これ誰に対して誰を表現するかっていうと、トレイルブレイザーのジノラ、トレイルブレイザーでしたっけ、センチュリオンズでしたっけ、ジノラの SBC があったと思うんですけど、あのカードとめちゃくちゃ似てます。本当にまんまあのカードですかね。で、これが高精度がバンバン入る時期ならそことの差別化ができたんですけど、高精度が現状弱体化して、もうほぼほぼ無効化されている中、もうテクニカルも持って、ちょっと不器用な感じでドリブルする感じもジノラにめちゃくちゃ似てて、でかといってスピード感がすごいあるわけではないので、この選手爆発的の加速タイプになってしまっているので、ぶっちぎるみたいなことはできないので、本当にジノラに似てるなと思いましたし、現段階では結構使いづらいなとは思わないんですけど、シンプルに物足りないなって感じる選手でしたね。で、ここら辺もシュート打てるんですけど、で、ちょっとこっからエンジン1試合使いました。で、エンジンにした時は、かなり爆発的になって、ドリブル数値が結構上がります。で、使うとしたら僕はエンジン派かなと思いました。エンジンにした時のドリブル感は結構変わりますね。で、かなりドリブルもしやすくなったのが良かったんですが、ただ身長であってボディタイプにドリブラーではこの選手ないので、本当に中途半端というか、ちょっと使いづらいなと思いました。ここを PK を取って終わります。最後ラウールまとめていきます。現在価格が70万、作成コストも70万コインになります。出た当初このカード僕自身すごく期待して、ずっと使いたかったなと思うカードの1枚で、実際使ってみたら微妙だったなっていうのが感想です。で、
本当にジノラのこのトリプルスレッドかトリプルスレッドのこのカードを使った人は分かると思うんですけど、このカードとマジで似てます。もうほとんど一緒って言っても過言じゃないかな。まあ、あのジノラの方が186センチと大きいんですけど、使用感であったりドリブルの感じが本当に似てます。で、まあジノラのこのもう一個上のカードになったらまた別物になってくるとは思うんですけど、まあそれで70万っていう作成コストは、まあ、悪くはないと思うんですよ。悪くはないと思うんですけど、僕なら作らないですかね。おすすめはできないですね。で、まあそれこそボニフェイスとかいろんなストライカーが出ていて、でこの金額出すとコマンとかも買えると思うんですよ。で昨日来たエボリューションがすごい激アツカード量産してまして、まあ逆足後スキル5の選手が簡単に入るっていう中、今現状わざわざテクニカルでこのラウールを作る必要性っていうのは、あのもう完全にファンカードなのかなと思ってます。でやっぱり加速タイプもあるかな。エンジンのドリブル感がすごいいいんですけど、ラウール自体に求める感じとしてはやっぱりドリブルすることを求められてはないと思うので、あのそうなってくると、まあできれば本当はアンカーとかでペースを上げてフィジカルを上げて控えめにしてあげる方がこの選手にとって合ってると思うんですけど、フォークで控えめにならないのが残念ですね。フォークで控えめになるなら悪くはなかったと思うんですけど、まあもう少しあのスピード感も足りないですし、まああとフィジカルも足りないっていうところでちょっと中途半端な感じなのかなと思いました。結構してまあすごい弱いわけではないんですけど、中途半端だなと思いました。でこのカード使うのであれば、僕としてはまあギラシボニフェイスここら辺のカードでもいいと思いますし、まあ、昨日バロテッリも来ていて、まあちょっと面白いカードもたくさん今出てきてますので、まあそう考えるとわざわざこの選手にあのこだわる必要性っていうのは全くないなと思いましたし、まあエボリューションで昨日来たエボリューションで、あのソルロートとか僕がツイッターで紹介させていただいてるんですけど、このカードとか、このカードなんか絶対相手に行って嫌ですからね。このカードちょっと作ろうか悩んでますけど、ってことを考えると、まあちょっとね微妙な感じはしますというところです。あのおすすめはあまりしないです。何24万まで落ちたんだ。やっぱりマイナーリーグの選手は値段落ちやすいですね。先週まで、あ、でもまあ35万ぐらい。でもこのカード55でテクニカル持ちですから、まあそれこそこのカードとか試してから、完全に、あのちょっとタイプは違うんですけど、似たようなトレートは持っているので、迅速プラスとテクニカルが強いな、使ってみたいな、という感じです。もし何か質問、コメントあれば、いつでもお待ちしております。今日も見ていただきありがとうございます。ではまた。